今日はトミカのトミカショップオリジナルイスズギガフライドポテトカー開けます。はい、わ、出てきた。お、これ組み立てるの？トレーラーみたいな感じでこれ連結させるんだね。はい、お、できた。じゃあこれフライドポテト本物？うん、本物みたいだね。食べれるの？取れた？食べてみよう。食べれないね。じゃあ見せてください。はい、じゃあちょっと詳しく見てみようかな。イスズギガフライドポテトカーはトミカショップオリジナルだね。やっぱり一番はこのフライドポテトのこの質感がすごいね。ここはちょっとこれ柔らかいゴムみたいな感じになってるね、フライドポテトで。で、フライドポテトカーのこの前の部分はこれはトレーラー、イスズギガーだね。で、ここにはトミカショップって書いてます。で、タイヤはサスペンションはないけどホイールがゴールドになってるね。かっこいいね。後ろもタイヤついてます。で、この後ろの部分と前の部分はこんな感じで外れるんだね。トレーラーみたいだね。はい。はい、どうぞ。ハンバーガー屋さん、それ出来たてですか？よし、じゃあ交番まで届けてあげよう。交番のおまわりさん、ここに待ってるぞ。あれ、こぼれた。こぼれてない、大丈夫か。交番のおまわりさんに食べさせてあげてください。到着。おまわりさん、パクパクパク、食べた。逮捕じゃなくて、これ警察官休憩してるんじゃないの？休憩してる。交番の中で寝てるんじゃないの？寝てる。寝てる。夜ですか？うん、夜。あとから帰ってきた。あ、そうだね、夜だから帰ってきたんだね。お家ない。お家ないね。この車帰るところがないのか？うん、大変。誰かお家やない。大変。よし、お家ここだ。お家はよし、帰ってきたね。2人のお家ね。よしよし、帰ってきた。よし、ポテトも帰ろう。どこに帰る？ポテト、ここ。そうだね、ハンバーガー屋さんだね。よし、帰ってきた。あれ、じゃあパトカーこんな乗り方していいの？うん、危ないね。え？パトカー2人窓から出てるぞ。じゃあそれ何やってるの？顔置き。顔置いたのか。ポテト食べたいの？うん。はい。え、何やったの？どう。はい、じゃあ今日はこのトミカショップオリジナルのイスズギガフライドポテトカーを開けて遊びました。今日もおしまいです。バイバイ。バイバイ。よし、ポテト食べに行こう。はい、はい。